東日本大震災から間もなく9年です。福島県南相馬市では、津波に耐え復興の象徴として愛されながらも伐採された鹿島の一本松が復活への第一歩を踏み出します。鹿島の一本松は津波に遭いながら流されず、復興を目指す住民の心の拠り所となっていましたが、立ち枯れなどから2年3ヶ月前に伐採されました。 震災の記憶を残そうと鹿島の一本松を守る会は伐採された一本松の松ぼっくりから苗木を育てています育てた650本は今月22日一本松の跡地に植えられ津波から住民を守る海岸防災林へと生まれ変わります。津波とか,なんか、か今、原発の風評もも、ままだ残ってていいるけどもそこら乗り越えていくっていう、まあ、 後ろばっかり見てらんないよって、うん、前向いて生きていくぞっていうそのスタートなんだよね